やっほー、沙織です。乾杯、イエイ。ドラクエイレブンスやってきます。はい、前回久しぶりにヨッチ村に行きましてクエストを受けましたね。はい、メダチョに早速やってきましたよ。はい、ここがね図書室なんですけども、あるかな、ピチピチギャルになれる転職本。なんなんやろうな、転職本って。こんなに本いっぱい、あれなんかめっちゃ光ってんな。こんなに本いっぱいあるからさ、なんかこんなにいっぱいある本の中から探さなあかんのちゃうかなってちょっとね意気込んできたんですけど、なんかこれあっさり光ってるもんがありますんで、これ調べたら良さそうちゃいますか。はい、あっさり見つかっちゃった、ピチピチギャル白書。いかがわしい本じゃないんです、それ。大丈夫ですか。はい、これで持っていけばいいのか、ダーマ神殿に。はい、これでいいのか、転職本なんやって。でも、はい、持っていきましょう。悟りの書的な存在なのかなこれね。そんなんでいいんです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、ヨッチ村の入り口がね、デルカコスタ地方に変わっております、そういえばね。はい、レッツゴータッチ、行きましょう。あー、そうか、せっかくやし、そう、まあまあ戦いもないでしょうし、セイニャちゃんも見た目衣装に着替えましょうかね、久しぶりにね。メダジョの制服とかでどうですか。あ、なったなった、かわいいかわいい。緑のカチューシャがちょっと主張してるけど、まあまあまあ制服っぽい感じの見た目になってるな、清楚系のな。うん、いいですね、行きましょう。はい、じゃあ報告しに行きましょう。どこでしたっけ。そうですね、ダーマ神殿ですね。はい、飛びましょう。はい、来ました。ピチピチギャルになりたいじいさんたちが集うダーマ神殿にやってきましたよ。はい、みんななりたいんやって。でもこいつが怪しいんですよね、ピチピチギャルになりたいわけじゃないって言ってるじいさん。うん、怖いけど、まあとりあえず渡してみましょうかね。はい、うん、見つかったよ、あっさり。ピチピチギャル白書。おお、これが転職本、ピチピチギャル白書。興味深いタイトルじゃが、一体どんな内容が書かれているのか早速読んでみるとするかの。むむ、どうした、なんと、すごい、なんという読み応えじゃ。すまん、つい興奮してしまったわ。いかがわしい本じゃないでしょうね。はい、この本さえあれば誰でもピチピチギャルにすることができるじゃろ。すごいな。老人たちがピチピチギャルになっちゃう。はい、お礼くれました。黄金のツルハシ、なんか良さそうですねこれ。この世界は魔物がはびこり混迷を極めている。ダーマ神殿の本来の務めはその魔物たちを打ち滅ぼす若者たちに新たな道を示してやること。そうですよね、ピチピチギャルにしてるばっかりじゃダメですよ。はい、よろしくお願いしますよ。はい、クリアしました。これあっさりやったね。黄金のツルハシって何でしょうね。ちょっと待って、こっちに並んでるじいさんたちが転職前のじいさんたちで、こっちにいるのが転職後のじいさんたちなのかな。めっちゃ怖いやんそれ。待って待って、これうほー、とわしもピチピチギャルになれたとになったで。死んだばあさんにもこの姿を見せてやりたかったの。なんでそうなる。ばあさん困惑するだけやと思うで。すごいぞ、ボンキューボンじゃ、ボンキューボンじゃよ。なんでこんな興奮してんのこの人たち。そんな真面目に仕事ばかりしなさんな、わしがパフパフしてやるぞい。口調をもうちょっと頑張ろうかね。わし言うて持ってるしな。ほんで並んでると、はい、いつ死んでもええわい。ダメじゃダメじゃ、死ぬのはピチピチギャルになって感動の涙を流してからじゃ。並んで待ってる、順番待ちしてる。はい、次はわしじゃ。なんでそんなにピチピチギャルになりたいわけ。なんでこんなに流行ってるわけ。いや、わからんだけど、パッパはいらんかな。はい。じゃ、なんか、真面目なこと言ってるけどな、神殿長はな。でも、パフパフ、パフパフちゃうわ、ピチピチギャル。いや、それにしてもみんなピチピチギャルになりたがって困ってしまったの。なんでそんなに流行ってるわけ。こりゃ、ピチピチギャルを正式な職業にせんといかんかの。ほうほうほう。あ、なんかあったんかな、やっぱドラクエ6にピチピチギャルっていう職業あったような気がしないでもない。あ、こっちのじいさんは商人になりたかったらしいわ。ほれ、服がピチピチしとるじゃろ。ちょっと何して言ってるかよくわかんないですね。ピチピチした服、よわからんな。商人、ちょっと高度やな、よわからんわ。
見た目はペチペチギャルなのに中身はじいさんなのかよ。油断も隙もねえな。怖いよね。ねえ、そうですよね。まさかペチペチギャルに転職できる日が本当に来るなんてね。それにしてもどうして突然ペチペチギャルになりたおじいさんたちが世界中から集まってきたのかしら。ほんまに最大の謎。まあ解決したからいいんだけど軽いね。気になるよね。なんでだ。流行ってるよね。これでダーマ神殿も元通りですわ。ピチピチギャル増えても大丈夫ですかね。はい、まあいいのかな。おじいさんたちの騒ぎが収まってようやく憧れの賢者様になれるのね。うん、こういう人を ね支援してあげましょう。この子をさっきね転職させてあげれないですかね。あ、ちょっと無理なのかな。うん、ようやくダーマ神殿がその務めを再開してくれました。よかったです。しかもこれからはピチピチギャルになれるそうで、せっかくだし私も転職しようかな。なんで男性はピチピチギャルになりたがるんでしょうか。男性はっていうかここの世界のじいさんたち特に。いや、わからんな。全然よわからんのやけど。はい、さあじゃあ戻りましょう。解決なのかな。おい、戻ってきました。そうして、気になるんですけどね、前回受けたクエストあるじゃないですか、銀の盾ごとのやつ。あれやっぱりね、私動画、自分の動画見返したらドラクエ1の世界で銀の盾ごとをじいさんに渡してるんですよね。クエスト達成とかって、あいつか、あいつなのかってなると多分強いよね。倒すってなるとちょっと装備とか整えて、はい、慣れてるメンバーで行きましょう。はい、でちょっと念のためセーブもしてきます。はい、よっち村に入り直したのでセーブができました。てかゴールド預けとくだけでも別にいいのか、よく考えたら。ゴールド預けとこう。これな、半分になったら結構ショックやもんな。あ、やっぱり1万ゴールド預けてたんやな。覚えてなかったわ。はい、預けとこう。また忘れそうやな。預けましたからね今ね、ゴールド。はい、覚えておきましょう。よし、ではこの1の世界に行けばいいのかな。ガライの町、そう、一番最初にねヨッチ村のクエストとして受けたやつなんです。はい、ここにね銀の盾ごとを持ったじいさんがいるはず。はい、ね、もう平和に戻ったんですよ、このガライの町は。こういうじいさん、はい、この見た目のじいさん、あ、ここ、こいつなんじゃないかなって思うんですけど、喋りかけてみます。旅のお方、あなたのおかげで銀の盾ごとを後世に残すことができますって言ってるんですね。うん、そうそう、銀の盾ごとですが元通りガライの墓に戻しておきました。あ、そうなんや。このじいさんではない。いずれ現れるであろう勇者様が果たして銀の盾ごとを手に入れられるのか一つ試そうかと思います。ほうほうほう。そういう流れね。これでドラクエッジにつながるはずなんですけど、話は。ってなるとどこなんだ。めっちゃ人いっぱいいるやん、こんなにいたんや。はい、噂ではどこかの町に勇者ロトの着ていた鎧があるらしいぞ。あ、なんかいろいろ話しているね。はい、これはドラクエッジの世界の話やな。男なんて嫌いようだけど、兄さんは優しそうだから私嫌いじゃないわ。いや、見た目で判断した方がいいよ、危ないよ。ずっとこの街にいてもいいんやって、怖いな。はい、持ってけ泥棒全部持ってったなっていう話しましたっけど、よくわからんけど、ちょっと待って、どこに行けばいいんやろうな。ここまだ行けないよね多分、隠した言ってたけど、あかんわ。あの階段の先も進めなかったですし、やっぱりここは関係ないんかな。普通に、なんか、ドラクエ11の普通の世界の中に銀の盾ごとがあるっていうことかな。そういうことになりますよね、多分ね。ここには、怪しいじいさんはいなさそうでございますね。はい。じゃあ戻りますか。これ外出れないですもんね。出れないね。ここにもじいさんが一人いるから、喋りかけてから行くか、じいさん。ちょっと待って、ここにもじいさんいるやんって思って、とりあえずじいさんというじいさんに喋りかけてから帰ろうと思って、何も起こらんと思ってた。めっちゃびっくりした今、転生大王おったうひょひょひょん、うひょひょ、多いな、ひょうが一個多かったな。うひょひょん、いかにもわちは転生大王、魔物たちを呼び寄せるあやかしの楽器を探しているんだよ。うひょん、
チミはもしやエテーネの民に頼まれてきたよ。やだよ。神々の間にいる魔物はどけないよ。だってエテーネの民の転生を邪魔しろって言われたんだよ。あの方の命令には逆らえないよ。あの方誰でしょうか。それともダメ元でわちと戦ってみるよ。わちに勝ったら神々の魔の魔物がいなくなっちゃうかもよよよよ読みにくい読みにくい。ほんで戦う、あー急に戦う感じになった。これ転生だよ。勝てるかなここではないってちょっと判断した後やったからびっくりしましたね今ね。はい、じゃあ作戦変えてこう。まあ頑張っていきましょう。全力でいくね。はい、ギガブレイクでいこう。で、カミオはバイパーファングかな。ほい。で、セクシービームかな。ちょっとあの流れでセクシービーム使うとマルティナの職業ピチピチギャルみたいけど、ほんで何にしよっかな。セーニャちゃんはバイキルトとかしとくか、無難に。ほい、ルービー、よいしょ。毒になってしまえ。やった、毒になったぞ。セクシービームドン、いいね。あ、見よした。ちょっと待って転生大王魅了したで。4層うかかって、てかさ、めっちゃ3回ぐらい今ターン回ってきたよね転生大王。やばいな。あ、もう毒、お、いいねいいね。ちょっと待って、ドキドキすんな。でも魅了できんねんな、ギガブレイク打ってく感じで。神尾くんはタナトスハントですね。こっからはね、毒にかかったから。ほんでセクシービームで魅了できたらいいなみたいな感じで、セーニャちゃんはどうしよっか。バイキルとカミオにもしとくか。お、毒が消えた。そっかそっか、タナトスハントをすると毒が消えちゃうわけ。あー、やばい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 。あー、マジックバリ、めっちゃ守りや、守りに入りましたね。わわわ、やっぱりめっちゃターン回ってくるね、こっち。で、いっぱいなんかモンスターを召喚していくけど弱かった。よかった、倒せた、あっさりやった、結構はい、あー、ドキドキした。よかったよかった。はい、レベルがいっぱい上がります。ほい、倒せた。うひょー、まさかわちが負けちゃうなんて、やばいよ。エテーヌの民の転生を邪魔してたのに、このままじゃ神々の間に呼んだ魔物たちが消えちゃうよ。消えてしまえ。やった。なんかすごい音鳴ったな今。はい、報告しに行きましょう。よかった、じいさんというじいさんに全員喋りかけといてよかった。じいさん一本おるからなここよかったよかった。はい、帰りましょう。ほい、戻ってきましたよ。よん撃つったわ、口癖が。はい、じゃあここに行って神々の間に報告に行きましょう。よいしょ。はい、戻ってきましたよ。お、消えた消えた、消えてる消えてる、やった、消えてるやん。ほんで一番上、あ、エレフがねちゃんと見れますねこれでね。よかったよかった、会話は変わんないね。よいしょ。いよいよここから旅立つ時が来たのね。村の人たちはほとんどいなくなっちゃったし、これからのことを考えるととても不安よ。でも村を焼き、みんなの命を簡単に奪ったあの偉そうな魔物だけは絶対に許せない。どんな姿に宣誓しそうとも、私の心はずっとエテーネの民、必ず力をつけてみんなの仇を討つわ。ほう、ここからまさにね、旅立とうとしている若者がいますね。お姉さんがいますね。頑張っていただきたいものであります。はい、報告しましょう。オッケー、ありがとうございます。ここから魔物がいなくなったのはあなたが転生大王を倒してくれたからですよね。見落としそうになりました。よかった、ちゃんと達成できて。はいはい、旅立ってください皆様。ご種族ね、あと2つね空いてるけどね、あっこは何なんでしょうね。はい、報酬ゲットです。はい、僕に残された果たすべき使命とは何か、なぜ僕たちの村が魔物に襲撃されたのか、今の時点ではわからないことばかりですが、神に新たな命を与えられたのです。他のエテーナの民の分までしっかり生きて、必ずや自分の使命を果たしてみせましょう。私もね、ドラクエイレブンの世界で勇者の使命を果たしたいと思っておりますよ。一緒に頑張ろうね。乗っ取られた神々の魔をクリアしました。オッケー、よかった、倒せた転生大王。オッケー、戻りましょうね。ここ2つ空いてますけどね、なんかあるんでしょうね。ドラクエ10もやってみたくなるな、こんなん見てたら。
ほい、戻ってきました。そういえば報酬チェックとかしてなかったけど。ちょっと待って、さっきのさ、ダーマ神殿で何もらいましたっけ？これか、魔除けの？これかな？え、違うかな？どれもだったかわからんなってくるな。後でまた確認しますね。さて、あとはクエスト受けちゃうだけなのかな？で、頑張って装備整えましたけど、まあ、あとはダンジョンとかではなさそうだったので、サクッとクエストが受けれそうでございますので、受けに行きたいと思います。ロザリーの部屋行きましょう。ほい。わーん、かわいい音楽。この音楽好きやったなー。はい。みんなで喋ってから行こう。こういう大切な宝を守ってますって、いかにもな雰囲気の場所にいると、元盗賊の腕がうずくぜ。あ、なんだよその顔は。大丈夫、何も盗んじゃいねえさ。昔の俺だったら話は別だけどな。うん、ちょっと丸くなったのかな。よかったよかった。なんか盗んでそうやな、でも。てか勝手に動く的な。冷たい石に囲まれていて、なんだか寂しい部屋ね。一人でいたら気分が落ち込みそうだわ。あ、そこはちゃんと見てなかった。お、ここは石に、あ、そっかそっか、ロザリーがね顔出してみたいな塔のところかな。うんうん、随分狭いけれど素敵な内装のお部屋ね。確かにお姫様のねお部屋って感じですね。窓の外が見えたのですが、景色からしてここは随分と高い塔のようですわ。はい、むむ、この建物は珍しい石で作られておるようじゃ。うっすらと光っておる気がするわい。 お目が高いですね、おっと国王。うぐ、随分と天井が低い建物だな。俺は少しかがんで歩かねば頭をぶつけてしまいそうだ。え、それは言い過ぎちゃいます。どうなのかな、結構圧迫感があったりするのかな。遊んでますね。遊んでんのかな、ロザリーがね。なんか魔物たちとね遊んでたような気がしますよ。おしゃべり相手じゃなかったかな、ね、ロザリーとスライムがなんかおしゃべりしてたような記憶がありますけどね。こっからねロザリーが顔を出してね、うん、そんな記憶がうっすらあります。はい、じゃあちょっと魔物たちからしゃべりかけますか。難しいな。よいしょ。キャー、ピサロナイトさんおやめになって。遊んでるかと思ったら、ちょっと待って、嘘やん。あ、ピサロナイト、我が主様のご命令、壊す壊す、この部屋すべて壊す。おや、ちょっと待って、ピサロはロザリーのためにこの塔に閉じ込めてみたいな感じやったと思うんですけど、ピサロナイトっていうのは今ピサロからね命令を受けてロザリーと遊んであげてなかったか。ちょっと記憶が曖昧からこれ以上喋らんとこ。あ、ちょっと待って、急に急に戦闘やん。マジか。はい、やってこう。おい、まあ勝てるでしょうきっと。全力でいきましょう。はい、セクシーでいくかな。おい、バイキルと、うい、朗読になってしまえ。よし、ギフテック、はい、ドン、よし、セクシービーム、魅了されちゃえ。魅了はされないかな。はい、なになに、あー、呪文封じ込め、ちょっと待って、聖者が呪文封じ込められちゃった。やばいんですけど、それギガブレイク。カメオはタナトス半島はもうちょっと後にした方がいいかな。まあいいか、いっとこう。んで、セクシービーム、いや困ったな、封じ込められちゃったな、困ったな、キラキラポーンとかしとこうか。これさっきしとくべきやったな。マルチナ、誰に何しよう。キラキラポーンさっきしとけばよかった。デビロンチャーム、悪魔系に見えなくもないけど、どうなんやろう。違うか、違うよね多分。よいしょ、はい、ギガブレイク、こいつ硬いな。ルカニとかしたかったな。デビルンチャーム、違うか、やっぱり違う。はい、悪魔系ではないらしい。あー、やば、こいつ強いぞ。ピサロナイト強いぞ。ピサロなんかな、もはや。違うかな。ねえ、主様って言ってたから主様がピサロですよね。どうしようかな。ちょっと待って、セイニャが回復できませんね、これね。ルービー自分で回復した方が良さそうやな。そうでした、ルービーもあかんのか。ちょっと待って、どうしよう。ギガブレイクしときますね。ワイパーファングかな。で、セクシービーム。で、セイニャが道具で回復。うわ、薬草しか持ってないやん。マジでか。まずいな。まずい気してきたな、これ。ちょっとまずいな。
で猛毒にならんかったな。あー怖い、あー怖い、あーあーいっぱい来た、あーギガブレイクってく、はいドーンドーンドーン、よいしょ、あと2人よかった、よかった、はいピサロナイトやっつけた、はい、ほいで、そうそう、なんかこの図はね、なんかすごい覚えてます。ロザリーとスライムがね仲良くしてる感じのね。プル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 、助けてくれてどうもありがとう、とっても親切な旅人さん。でもね、ピサロナイトを叱らないであげて、彼はロザリーちゃんを守る門番で、悪い魔物なんかじゃないんだよ。ああそうでしたね、そうやった気してきた、ピサロナイト持ったような気がしてきた。そっかそっか、門番やったんや。なんでか知らないけど急に人が変わって、我が主様のご命令って叫びながら僕たちを追いかけ回したんだ。そうですよね、主様ピサロやったら、ピサロはねロザリーを守ってたはずなので、主様魔王かな、はい、で乗っ取られたんやなピサロナイト。うん、それでピサロナイトはロザリーちゃんが大切にしてたあやかしの笛を壊しちゃったの。悪いやつやな。あの笛がないとロザリーちゃんの恋人のピサロ様がこの部屋に入れないから、ピサロナイトは責任を感じてるみたい。でもね、ピサロナイトは悪くないんですよね。ロザリーちゃんも大好きなピサロ様に会えなくなったらね、悲しむと思うの。だって大切な恋人だもの。スライムやな。だからね、新しいあやかしの笛を作ってロザリーちゃんにプレゼントしたいんだ。旅人さん手伝ってもらえないかな。スライムやな。はいはい、もちろん引き受けましょう。材料探しね。はい、材料は木の枝、特別な枝、はい、妖精が住む森だけに生える魔力がこもった木の枝。妖精が住む森、これはドラクエ5の世界に行けばあるんじゃないでしょうか。はい、持ってきてと。もう持ってましたか？そんなことはないか。ロザリーちゃんとピサロナイトのことは心配しなくても大丈夫、僕がちゃんとそばについてるからさ。スライムやな。はい、魔力のこもった木の枝を妖精ガスの森に探しに行こう。おい、受けましたと。ああ大切なあやかしの笛、あの笛がなければピサロ様とはもう、ピサロナイトさんを操って私たちを襲わせるなんて、一体誰がこんなひどいことを。まあ魔王的な何かですね、多分ね。ピサロナイトへこんでんやな。私は一体そなたのおかげで正気に戻ることができた。なんと礼を言ったらいいか。頭の中に恐ろしい声が響いた。壊せ、すべて壊せと。それからは何も覚えていないのだ。私の意思ではないとしても、ロザリーを守るためこの部屋にいる私が彼女に剣を向けた。さらにはロザリーとピサロ様をつなぐ大切なあやかしの笛を壊すとは、私は門番失格だ。荷物をまとめこの塔を去るべきか。めっちゃ思い悩んでるやん。大丈夫大丈夫大丈夫、ロザリーちゃんいい子やし、うん、スライムもめっちゃいい子やったし大丈夫よ、そんな責任感じなくても。はい、妖精の森、まあまあ心当たりはありますね。戻りましょう。おい、帰ってきました。そうして、まあクエストどんどん受けてった方がいいんかなこれな。はい、来ました、ルドマンの屋敷。これ戦うことなるかな。念のために回復してきます。よし、ルドマンの屋敷に行こう。ほい、結婚前夜とかやったらどうしよう、ドキドキ。はい、デレデレ、何事何事、ちょっと待って、怖い怖い怖い。おー、前回はじいさんいっぱいおるし、今回はルドマンがいっぱいおるわ。ちょっと待って、もう世にも恐ろしい光景。何が行われてるんですこれ。こいつは派手な屋敷だな。カーペットの柄一つとってもいかにも金持ちって感じがするぜ。そうなんですよ、ルドマンさんはね、お金持ちのねお家なんですよこれ。この屋敷の主ルドマン殿は一体何をしておられる方なのだろう。これほど豪華な屋敷に住むということは何にしてもただものではないだろう。一度ゆっくり話をしてみたいものだ。どれが本物のルドマンやみたいなことになってるけどね今はね怖い怖い怖い。ヨッチ族の話によれば、この屋敷には年頃の霊嬢が何人かおられるそうじゃ。何人か、あーフローラと、あでも DS 版ではデボラっていうのがいましたけど、何人かおられる。
誰が一番の美女か尋ねてみたが、それぞれ個性的で美しい娘さんなので誰がいいかは選べない。そうじゃそう、そうですよね。ビアンカを含めまして、ね、かなり悩みましたね私もね。あら、この壁は大理石？カーペットは全部手織りかしら？あの暖炉の細工なんて金よ金。ルービちゃん、このお屋敷のご主人旦那さんがお金持ちよ。仲良くしとけばいいことあるかも。シルビアが言うなら間違いないでしょう。はい、かなりお金持ちの家の子やしね、シルビア自身がね。まあ広いお屋敷ですわ。この屋敷のお掃除をする方は毎日とても大変なのでしょうね。そうでしょうね。玄関に置いてあるお花は結婚式とかめでたい時に飾る縁起のいい花ね。おー、なんか儀式的なものね、行われてるんでしょうか。結婚か、なんだか今の私には縁遠い言葉に思えるわ。まあね、魔王を倒す旅の真っ最中ですからね。ちょっと結婚って言われてもって感じやろな。ちょっと待って、もうどれから喋りかけたらいい？怖いねんけど。この辺から言っとく。結婚のお手伝いをしたら帰るつもりが、どうして私までこんな姿に。え、これ女性ですの？え、これじゃ村に帰れないわ。村に帰れない？え、これもしかしてビアンカ？村って言ってるもんね、帰れない、うん、おろおろ、皆さんがお父様の姿になってしまったら誰が誰だか見分けがつきませんわ。これフローラやな。あそこにいらっしゃるのが本物のお父様で、あら、それともあちらの方だったかしら。まあ喋ったら分かりそうやなこれな。おいで、これがデボラか。一体いつまでパパみたいなおじさんの姿でいなきゃいけないの。さっさと元に戻しなさい。あ、これがデボラですね。分かりやすいな、口調で分かるな。おいで、これがルドマンや。はい、私がこの家の主人ルドマンだ。君はルービーというのか。少し私の話を聞いてくれないか。はい、実は明日この町では盛大な結婚式が行われる予定でな、私たちはその準備をしていたのだ。はい、新郎になる予定の若者が結婚の証を持って帰ってくる前に準備を済ませようと思っていたのだが、今絶賛取りに行ってんのかな、勇者、この世界の勇者、勇者というか主人公。突然おかしな魔物がやってきて私たちに呪いをかけていったのだ。屋敷の者が全員私の姿になる呪いをな。呪いですねそれは。え、その魔物には心当たりがある。私のヒー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 じいさんの ルドルフは魔物の封印を生業にしていた。へえ。で、封印した魔物の一匹がどういうわけか復活してしまった。はあ、大変ですね。若者は私と結婚することになってしまう。それね、なんかルドマンさんに話しかけたら私だってみたいな反応した気がするわ。なんかそれが現実になるかもしれないと。それはちょっと怖いな。はい、ルドマンの屋敷の主人ルドマンからみんながルドマンの姿になる呪いをかけた魔物。ルドマン、ルドマン、ルドマン。大変。はい、引き受けます。で、どっかに行っちゃったと。魔物の独り言を聞いた。はい、他のもの、一番外にいるお手伝いさんみたいな人だけまだ話しかけてませんね。まあルドマンですけどね、姿はね。はい、話を聞いてみましょう。はい、わかりました。え、その後私も君の後を追うとしよう。マジか、また後でなって言われた。え、一緒にどっか行くんかな、ルドマンさんと。へー、これは調べても鍵をかかってるよね。そうだね、このまま私が元の姿に戻れなかったらうちのお父さん心配するだろうな。ただでさえ体の具合も良くないのに。心配ですよね。お父様のことは尊敬してますけど、まさか私までお父様のお姿になるなんて。おろおろ、せっかくの結婚式が。誰と結婚する流れなんでしょうねこれね。絶対にありえないわ、この私がパパの姿になるなんて。いつもの洋服は似合わないし最悪ね。この姿で派手なデポラの服着たらちょっと面白いことになりそうやけどな。おい、この多分お手伝いさんがなんか知ってるんじゃないですかね。呪いをかけた魔物が去り際に何かつぶやいているのを聞いたんです。新たな人生を歩むことができる。なんとか神殿に行けばわしも生まれ変わることができる。タイムリーダーマ神殿ですねこれね。はい、ダーマ神殿に向かったらしいですよ。ですか、またダーマ神殿に行くのか。でルドマンついてくんのかな、ほんまについてこうへんよねさすがに。戻りますね。ほい、ではもう一
を受けれたはず、どっかで。ここかな？エデンの祭壇ね。ここも、はい、なんかクエスト受けれそうなんで行きましょう。受けまくりやな、クエスト最近。もう訳わからんなってきた。こんがらがってきた。はい。ここは、あ、なんか非常に懐かしい感じしますね、ここね。何でしたっけか？ここは、なんかこの衣装とかめっちゃ見覚えある感じすんな、このテントとかもな。あら、旅人さんとは珍しい。せっかく来てくれたのに悪いんだけど、今は何もしてやれないんだ。ユバールの踊り手ラアイラ、あー、なんかいたいたいた、懐かしいな。はい、倒れちゃったんですか？あら、まあ、それは心配ですね。皆さん祈ってるんですね。今踊ってるのは病の回復を願うユバール族の祈りの踊りよ。私の踊りが神様に届くといいな。届くよ、きっと。クス、私一生懸命踊ってるけどライラさんが元気にならないの。ライラさんみたいに上手な踊りじゃないと神様には届かないのかな。届くといいね。ライラは僕らの大切なユバールの踊り手、決して死なせるわけにはいかないよ。結構深刻なんかな。直してほしいな。キーファ兄ちゃんそうねえ、まあこれね、ドラクエ7やってないね、やる予定の人がいるかもしれんからちょっと言わないでおきますけど、キーファはびっくりしましたよね。はい、懐かしいな。はい、ライラを守る、あ、キーファがライラを守るっていうお役目。村を出るとき兄ちゃんは言ってたんだ、ライラは俺が助けるって。そっかそっか。ユバールの守り手はどんな時でも約束は絶対に守るんだよ、僕信じてるんだ。そっかそっか。ライラを助けるって息巻いて夫のキーファが村を飛び出してたんだ。いつもひょうひょうとしてるあいつの辛そうな顔なんて初めて見たぜ、かわいそうにな。ふむふむ、なかなかにちょっと重大な感じなのかな、ライラさんの容態が。気になりますね。大恋愛の末に一緒になった夫婦でね、いつも仲良く幸せにしてたんだ。それなのにこんなことになるなんて、神様ってのは意地悪だね。重大な、結構深刻そうですね。この辺ちょっと壊したくなるけど、13ゴールド、はい。あ、壺あるな、まだ。ちょっと壊しとこうね。はい、ちゃんとね。はい、OK。で、へぇ、どこにも定住しないで各地を転々しているなんて身軽でいいな。俺もそういう暮らしの方が好きだな。あ、好きそうやな。ここに来ればビバクレープという飲み物にありつけるとヨッチ族から聞いたんじゃ。なんかローさんめっちゃヨッチ族からいろんな情報仕入れてんな。なんでもユバールの民たちに昔から伝わる神聖な飲み物なのだとか、わしも飲んでみたいの。ここの皆さんが手にしてるのはトゥーラという楽器のようですね。一体どんな音色がするんでしょう。セニャちゃんがやっぱり楽器に興味を持ってるんですね。ここに住んでる人たちはどうやら踊りをたしなむようで、やっぱりシルビアさんは踊りに興味を持つと。一緒のステージに立ってみたいわ。ユバールダンスとシルビアのショーのコラボレーション、きっと素敵よ。素敵でしょうね、きっとね。ふるさとを持たず各地を転々としているなんて、なんだかロー様と二人で旅をしていた頃を思い出すわ。そうでしたね、私を探してくれてたんですね、ルビオね。デルカダールに帰りたくなかったといえば嘘になるけど、あの冒険の日々が今の私を作ってくれたの、感謝してるわ。ええ子やな、マルティナ。踊りが得意なユバールの民か。俺はそういったものは一切できないので、芸に秀でたものを尊敬しているのだ。あ、でもピエロ来て踊ってませんでした？踊ってはなかったか。ピエロは来てたよね、シルビアさんと一緒にね。シルビアさんに着せられたのか。ね、はい、じゃあ長老さんに話しかけてみましょう。わしはユバール族の長を務める者、そなたは旅の方ですな。よくぞいらっしゃいました。本来ならば旅の方を丁重にお迎えするのが我ら一族の習わしじゃが、今はそうも言っていられんのです。実はユバール族の踊り手であるライラが突如現れた魔物に襲われ、謎の病に侵されてしまったのですじゃ。我らユバールの民も祈りの踊りを捧げ、あらゆる薬を試し手を尽くしましたが、ライラの病は一向に良くなりませぬ。そんなに不治の病っていうか謎の病的な感じか。さらにはライラの夫のキーファという若者がどんな病も治せる宝玉を取りに行くと旅に出ました。何日も戻らんのです。婿殿は腕の立つ男であるのに、こんなにも時間がかかるということは婿殿の身に何かが起きているのやも。
察するにそなたは長い旅をしてここへたどり着いたのじゃろう。となればかなりの手だりに違いない。キーファを見つけ出し病を治せる宝玉を探す手伝いをしてはもらえんじゃろうか。はい、受けます。おい、でなんとこ親切に。はい、採掘所、あ、そうですか。いろんな色の宝玉から緑色の宝玉を探す。あれこれカラーストーンとこ行くんかな。もう一回任せましたぞと言われました。はい、キーファよライラを救え。ほい、キーファの手伝いをすればいいと。カラーストーン採掘場にもう一回行く流れなんですかね。うん、はい、これで全部あの合言葉受けた分は全部行きましたね。ほんであとはクエストを達成するだけなんですけど、ダーマ神殿はもうサクッと終わりそうじゃないですか。まあ、魔物がいるのかな。でこれはユバール族はカラーストーン採掘場に行って緑のストーン、緑色のストーンありましたっけかね。で、ダーマ神殿どこでしたっけ。こっちか。ダーマ神殿じゃあ行ってみましょうか。魔物がいるっぽいけどね。はい、ほい、やってきました。そしてピチピチギャルになりたい人が並んでて、あーやっぱりさ、おおるぞ、なんかあっこは魔物。私なんかさ、やっぱりこの商人が怪しいなって言いかけたんですよ今。でもね、もっと怪しいやつがあっこにいました。怖ー。ちょっと待って、ちょっとみんな様子が変わってる。商人さんなんで並んでるんですか。ようやくダーマ神殿がその務めを再開してくれました。はい、お、私も転職しようかな。この人じゃないか。あれ、なんか商人さんの姿もなくなってるのかな。ねえ、じいさんから商人に転職した人がこの辺にいたような気がするんですけど、おらんな。魔物なのかな、やっぱりこっちのこいつなのかな。ねえ、ルドマンに呪いかけた。ルドマンは呪いにかかってないのか。ややこしいな。うん、何の職業にするかの。やはりピチピチギャルが一番魅力的じゃの。なんだ貴様らは。は、さてはルドルフの子孫からわしを倒すように言われてここに来たな。わしは長い間封印されてたんじゃ。台無しにされたわしの青春に比べればあんな呪いくらいへでもなかろう。これから残された人生を満喫すべくわしは新たに生まれ変わるんじゃ。それともわしと戦おうというのか。ちょっとまあでも事情わからんしな。なんで封印されてたんやろな、この人。ちょっと家にしてみる。なんじゃい、戦わんのか。ならば邪魔するではないわ。ああ生まれ変わるやって。でもさ、こんな魔物のさ生まれ変わりも認めてくれんのかな。びっくりされへんのかな、神殿長ね。まあまあ、これ牌を選ばないといけないんでしょうね。話進みませんよね。はい、じゃあ戦ってくか。はい、ねえ、この人ももしかしたら転職できるかもしれないけどね。うん、ちょっと何があったのかわからんけど、ルドマンさんにねちょっと頼まれちゃったんですよ私は。はい、うん、まあまあ悪いことしたんでしょうねきっとね。はい、サルマン、はい、戦っていこうか。ギガブレイク、全力でいくぞ。あ、この音楽懐かしいな。むっちゃ懐かしいな、セクシービーム。うんで、なんかさ、呪文がむっちゃいっぱいあるからむっちゃ迷うんやけど、今度はルカにかけてみようか。どこになってくれ、ならないか。よいしょ、弾いた。あー、ここエロ吹雪なかなか強いな。セクシービームドーン。ルカにと下がるかな。お、かなり下げた。よしよし、いいよ。はい、ドーン、よいしょ。はい、じゃあどんどん打ってこう。ギガブレイクでいいか。スリープダガーにしてみる。なんとなくセクシービーム、おーいいね。どうしよう、さっきのことも考えてキラキラポンとかしといた方がいいのかな。しとくか。まあ、ほとんど使わんと思うけども。はい、スリッターが眠らせた、やった、イエイ、眠っている、眠っている、いいね。ギガブレイク、ドンドン、セクシービーム、ドン、いいね。振りまいた、オッケー。でギガブレイクで、キュープのハント、いいね。でセクシービーム、いいね。おー、いいね。せいには何します？迷いますね。
迷うけど戦うか。何が効くんやろこいつ。メラミとかにしとく。ヒーえドン強ーい。やったー、倒したよ。アイレベルが上がる。なんかいいレベル上げになりますね。ねえ、このよっち村のクエスト、戦いが多い、ボス戦が多いからね。オッケー。くそ、あの方のおかげで封印が解けたのに。あの方誰やろうな。いらんことしたな、あの方。魔王的な何かなんやろうけどな。第二の人生が遅れると思ったのに消えました。オッケー、報告しに行きましょう。じいさんたち今日もまた並んでピチピチギャルになろうとしている。まあええか、さあ戻ろう。はい、ではルドマンさんに報告しましょう。はい、あ、習い解けてる。やっぱり合ってましたね。ビアンカ、フローラ、デボラでしたね。はい、お手伝いさんと。オッケー、完璧ですやん。やっと元の姿に戻れたわ。あなたが頑張ってくれたおかげね。どうもありがとう。ルービーさんは旅人なのね。私の幼馴染もある目的のためにずっと旅をしてるの。小さい頃は私と二人でお化け退治に行ったりもしたのよ。懐かしい。あー、私もまた冒険したいな。あー、ドラクエ5もやりたくなるな。ふう、よかった。あのままお父様の姿のままでしたらどうしようかと思いましたわ。あとはあの方が戻られるのを待つだけ。一体あの方は誰を選ぶんでしょう。緊張してきましたわ。そっか、まだ選んでない段階ですねこれね。あんたちょっとはやるじゃない。私たちのご先祖様に手こずらせた魔物を倒してくるなんて。あんたなかなか使えそうだし、これからは私のしもべとして働かせてあげてもいいわよ。そんな暇はないんですよね。でも調子に乗らないでね。私の一番のしもべはもう決まってるの。あんたは二番目。わかった？もうデボラさん、自分が選ばれる気満々ですね。ね、自信たっぷりですね。一番のしもべやって。まあまあ、勝ち気な女性は好きですけどね。助けてくれてありがとうございます。あのまま元に戻らなかったらどうしようかと思いました。だって旦那様の姿で旦那様のお世話をするなんてややこしいですものね。ほんまにな。もう誰が誰かわからんなろうな。はい、ルドマンさん。よいしょ。わっはっは、いや、愉快愉快。私が支度している間に倒してしまうとはな。ついてくる言ってたもんな。ルービーのことを気に入ってしまったわい。気に入られちゃいましたよ。これでようやく結婚式の準備に取り掛かれるぞ。ルービーのおかげだ。ありがとう。はい、感謝されて金塊もらいました。なんか金塊もらうあたりがルドマンって感じすんな。お金持ちって感じすんな。はい。こたびの結婚式は家宝である天空の盾を譲るための大事な結婚式。さぞ素晴らしいものになるだろう。どっちかというと天空の盾欲しいな。まあここでもらっちゃったらね、この世界の主人公が困るもんね。はい、出席したいけどね。ちょっとやることもいっぱいあるんですわこっちね。はい、ルドマン家の呪いクリアしました。イエイ。時にルービーよ、実はもう一つお前に頼み事があるんだが。お、マジか。そういう流れですか。新郎の若者、はい、実は肝心の相手の花嫁をこれから選ぶことになってるのだよ。なんせ一生に一度の重大な決断だ。それを仕切る私も心構えをしておきたい。そこでだ。どうしたか。リハーサル。悪いがルービーとその仲間たちにその手伝いを頼めないだろうか。どういうことやろうな。これハイにしたらどうなの。え、引き受けてくれるか。ん、その若者の代わりに結婚したいものを選んでほしいのだ。なんだって。お前たちの仲間たちを花嫁に見立ててな。ルービー自身が結婚したい相手を選んだらリハーサル終了だ。手伝いが終わったらちゃんとお礼も渡そう。それではコホン、ルービーに結婚相手を選んでもらおう。さあ好きなものにプロポーズするのだ。え、なになになに、なんか始まってしまってんけど、どうしようどうしようどうしよう。ちょっとちょっと待って、そんなちょっとルドマンさん、これが聞きたかった。この私が好きと申すか。ちょっとなんなん、選べませんって。そんなん、ちょっと神くんかなやっぱり。ちょ、これはい、家出るんです。おい、ルービー、まさかお前、この俺を花嫁として選ぶつもりなのかよ。花嫁としてっておかしいもんな。
な、まさかと思って焦ったじゃねえか。驚かせるなよ、まったく。なんと、ルービーをお主、まさかこの足を花嫁にするとでも言うのか。ちょっと待って。ちょっと待って。なんなんこれ。ちょ、どうしたらいいの。ちょっと熱くなってきたよ、私。誰か選ばなあかんの。ハートマーク出てもうてるやん、シルビア。ちょっと一通り喋って。花嫁。これ帰っていいかな。あかんか。選べませんって、こんなん。もう、どうしよう、どうしよう。でもルービーはエマちゃんなのかなとかって思うんですけど、いやでもまあマルティナかセーニャなのかな、やっぱりな。でもマルティナとセーニャ選びって言われたらマジで、リハーサルとはいえちょわっきゃわからんなってきて、やっぱカミ君にしよう。なんだって本気で俺を花嫁として選ぶってのか。おいおいマジか。確かにお前とは気もあって今まで楽しくやってきたけど、本当に俺でいいのか。わかったぜルービー。俺もお前とはただならぬ運命を感じてこうして一緒に旅をしてるんだ。お前とならこれから先も人生楽しくやっていきそうだしな。よろしく頼むぜ相棒。なんてな、リハーサルってのはこんな感じでいいんじゃないのか。なかなか迫真の演技だったろ。そういうことか。でもさっき言ったことは本当だ。お前とは楽しくやっていきたいと思ってるってわけだから、よろしくな相棒。よかった、爽やかに終わりましたね。はあ、よかった。ほっとした。もうなんかめっちゃ汗かいてんけど、ちょっとセーニャとマルティナとかちょっと選べませんね、はっきり言って。ねえ、熱い。わかんない。テンパった。でもドラクエ5の時もこうやってテンパってたな私。もうずっとルドマンさんに喋りかけてた気すんもん。私と申すかとかって。もう最後の最後に、もう、ああびっくりした。はい、というわけで今回もよっち村クエストをやりました。次回からね、またね、元の世界に戻りたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。